きなり喋り出してすいません。ちょっと感想を書こうと思ったんですけど、ちょっと打ち切れない量になってしまったので喋ります。これは今終わって駅に向かって歩いてるところなんですけど、もうオーブ最高って言ってます。オーブめちゃくちゃ楽しかったです。曲をあんまり全部は知らない状態で行ったんですけど、それでもずっと楽しくて、置いてきぼり感が全然なくて、本当ずっと盛り上がれる感じで本当に最高のライブでした。本当におすすめをしてくださったキューブの皆様ありがとうございました。で、本当に一個言いたいんですけど、現場で見る佐野くんがヤバすぎました。DJ みたいなやつで出てくる登場シーンとかも本当にやばかったし、ダンスもバチバチだし、赤い衣装のなんかやばいですよね。赤い衣装やばいし、本当にもうカリスマ性がやばくて、なんか一人なんか東方神起みたいなの伝わる、これ本当にやばかったです。もちろん勝成くんも表情管理がやばくて、もうずっとどの瞬間もかっこいいんですよ。本当にすごいし、しゅうたくんはいつもの面白い感じとのギャップがやばくって、もう本当歌うますぎるし、本田の兄貴は本当にあの感じで最後 MC で泣いちゃうのとか本当に好きじゃんって思って、本当結婚してくださいって感じでした。本当にオーブ楽しかったです。今度友達を連れて一緒に行きたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。